クションを体験させてもらえるなんて嬉しいね。私たちの反応をもとに修正を加えていくそうですから、責任重大でもあります。そんなに気合い入れなくてもいいんじゃない？せっかくなんだし純粋に楽しもうよ。そうだよ、楽しもう、海ちゃん。そうですね、めったにない機会です。楽しみましょうか。だけどアトラクションってどんなものなんだろうね。見当もつきません。小鳥は何か聞いていますか？うん、でも学園を使ったアトラクションなんてワクワクしない？大掛かりな感じがしますね。ほのかも来たがっていたんですが、ちかちゃんとようちゃんも用事があって来れなかったんだけど、話をしたらすごく残念がりそう。ちかやようもアトラクションには目がないのですか？二人ともテーマパークなんかに行くとすっごくテンションが上がっちゃって、ついていくのが大変なんだ。ほのかちゃんと同じだね。元気なのはいいことですが、はしゃぎすぎて見ていて心配になります。うちも同じよ。でもそんな二人を見てるだけで楽しい気持ちになるんだ。私たちもだね、海ちゃん。そうですね、そういう元気いっぱいな子が楽しいことを運んできてくれるのよね。うん、元気な子たちに感謝だね。では今回は私たちが楽しいことを運びましょうか。そうね、このアトラクションの感想をしっかり話さなくっちゃ。